私のおすすめ伊勢崎観光スポットの華蔵寺公園です。華蔵寺公園内にありジェットコースターや大観覧車など多くのアトラクションが70円からの低料金で楽しめる伊勢崎市華蔵寺公園遊園地、入園は無料。50円硬貨使用の乗り物も充実していて親子揃って楽しめる遊園地です。子どもの森公園伊勢崎では手作り遊び、自然環境学習、伝承遊びなどいろいろな体験学習を行っています。小さい子どもも遊べる楽しい公園です。